まった。はい。俺商法的なミスをしとった。取り直すか。マジか。うちここずっとこれもう腕疲れたんだけど。よし取り直すか。さあここも山城と申します。音合わせもめっちゃ喋りながらやってるし、あのジャスダック関連のは今はちょっとあの YouTube システム変わっとって、はい、自動的にジャスダックにもうあの収益剥がされてジャスダックのお金にされちゃうっていうシステム作られてるから、多分ジャスダック的にはそんなにまずくはないはずない、うん、AI 判定で勝手にもうジャスダックの権利に変えられちゃうから、はいはい、うまいね。ボロ儲けやろね、ジャスダック。でかい組織は敵に回したらダメやからね。そうですね、弱小ないから、そら、うん、大丈夫。そもそもそういうたらればの話は千人こいつからすればいいだけの話やから、はい。ほんと土曜日すっげー混むよな、何なんだろうな。どこ、あ、この反対側、この道混むよね、うん、あのうちもよくアクアイグニス行って、うん、帰りビッグ寄って帰ろうってなった時、うん、ここ通るんやけど、もう絶対混む。他の混み方いつもやね。だからもうあの向こうの、うん、なんだっけ、あの新名神のアクセス道路、うん、477のバイパス、うん、あそこから行ってミルコから行った方が近いんじゃないか、うんうんうん、早いんじゃないかってぐらいね。あっちも広いけどな、あのミルクロードのさ北側の方から稲目の方から入ってくるとさ、うん、マックの右折渋滞、小物のマック、小物のマックのところ、ああ、あんまりあの辺行かないですわ、うん、いやうちもさ右折しやなあかんのにさ、うん、もう右折帯が大渋滞しとってさ、なんじゃなんじゃなんじゃと思ったら、右折のマック渋滞はちょっと立ち悪いですね、うん、ほぼほぼで今マックやね、マック渋滞問題はね、小物もひどいし、まあうちは地元の鈴鹿のね中央通りもひどい、ただあそこはさ車線が逃げれるやん、2車線あるから、あ、それはね、うん、うん、あの中央通りのところは、はい、俺ね本気でねあれどうにかしてほしいのがね、1号線の日永の1号線のところ、ああ太陽の近くの、まあ、あの辺混む時間近づかんから分かんないけど、確かにあそこ積んじゃったらおしまいだね。 あとここの1号館めちゃくちゃ変わったね、あプラスになってね、うん、あれプラスと普通の1号館って何が違うの、ああ、そこでじゃあ取材しましょうか。ああどうなんだろう、あの今多度の、うん、あの日だまり、日だまりのところだね、あの、うん、多度までかね、大山田かな、そこだと、そうだね、うん、あそこ昔 F マートだったけども今1号館プラスなんて、そうだからつまりディスカウントをやめたわけだよね、あそこは1号館プラスってただ1号館プラスなんだよね、プラスなんだよ。はい、で行ってみたい、あ、レイアウトはだいぶ変わっとった。そうか。あのね、イオンっぽくなってた。言い方もね。あの、イオンっていうよりね、あの、泊まりのマックスバリューとか最近トレンドは取り入れてるなと思った。メンチの入れ方とかさ。グロサリーじゃなくて、農産から、農産水産にかけての平面のメンチのところから、日配の、要は、並行商材としての売り方。はいはい。うん、要は白菜とかが並んでるところの横のメンチのところにあの豆腐コーナーが来るようなレイアウトみたいな感じって言ったらいいのかな、うん、あれになっとったから、あ、なんかマックスバリューっぽいって、まあ、思った。奥のところとかこれ平積みのメンチと、あと通路の幅の取り方は本当に、うん、思い切って取ってるなっていう感じだったけど、ただ一方は関東何が違うのかはいつもなと、1号館あるあるではあるよな、うんうん、正直、はい、1号館ってさとにかくいろんな屋号を使うやん、そうね、うん、1号館、生鮮100円館、 F マート、昔は F1 マートもあったよ、そうそう、うん、で、あと何かだっけ、あ、ラッキーマートかな、ラッキーマート、そう、はい、ラッキーマートもあったじゃん、ただそれぞれがどういうコンセプトなのかはいまいちよくわからんまんま、なんか、あ、生鮮100円がなくなったなとか、はい、まあ、ラッキーマートもないし、ラッキーマートもなくなった、結局1号館って名前になったもんね、そうね、何がしたかったんやろっていう、あの生鮮100円館だけは分かった、あ、生鮮の100均にしたいんやろなって分かった、困ってるな、そうですね、もう今ほとんど取れてる、これ暗くて、うちの動画なんていつもこんなもん。もう、うん、で
ど、この角度本当に横顔しか撮らんけど大丈夫？いいよ。もうちょっと前写した方がいいんちゃうかこれ。あのね、前写しは前写しでさ、面倒じゃん。ああ、ナンバープレート。そう、あれも、ナンバープレートは、ぶっちゃけね、うん、あの、あれ、ほとんどの、ね、その、車載動画で隠してるけど、うん、別に隠す理由っていうか、その何、隠さなかったら行こうってわけじゃないのよ。うん、まあ、それぞれのなんか善意というか、あれだよね、配慮だよね。そもそも、その、ナンバープレートって、パッと見で見えるゴミやから、うんうん、それが見られて困るっていうのを言う。あれはないわけや。ナンバープレートと車種が分かったから、個人情報が特定されるって、何か思っとる人がおるけど、うん、まあ、そう簡単にはならんのね、うんうん。あれは出したんだ、車台番号は。ああ、そうなんだ。車台番号を晒したら、それは個人情報、あの、あれに引っかかるけど。まあ、でもそんな車検証にぐらいしか載ってないよね。そう、車検証を映すとかになっちゃうから、うん、うん。あれがバレると、ちょっと確かに厄介なことにはなるんだけど、うん、ナンバープレートは基本的に全部見えるやつですからね。いいのがあったりするんだけど、日本で やると、なんかそういうのすごく、いや、ここはそういう排除がされてないとかって言われちまうから、めんどくさい。まあ、海外のやつで、そんなモザイク加工してる人見たことねえもん。アメリカとかでもさ。自分昔、うん、もう10年、それこそ10年以上前、うん、この車載動画ってすごい見るのが好きでさ、はいはいはい、あの県道とかが国道ラリーとか流行った時期あったよね、うん、そうそう、ニコニコ動画で特にあの上総介さんっていうちょっと有名な車載動画のね、うん、あの投稿者がおって、ほうほう、それのなんかこう曲ね、アニソンとか流しながら、うん、当時はやってたね、走ってみた的な、うん、なんか、うん、動画がすごい良くてね、あれあのアイマスよく流しとった人、そう、アイマス流してた、あの人か、てってての見たことあるわ、てって見たことあるか、あれで結構自分もいや作りかけたんだけどね、うん、あれニコニコでやるの何が大変ってね、うん、あれね、容量を3ギガに抑えないといけないのよ。そうだね、確かに容量の制限はきつかった。容量3ギガってね、今の画質だときついよ。あの 4K なんて3ギガって言ったら本当5分撮れないよ、うん、再加工してあの なんて言うんだろう動画を、あ、動画作ったこともあるか、あるけど、あるなんか、ね、エンコードとか、ね、エンコードとかは分かるけど、拡張子がどうのこうのとかね、ある程度分かってる。あ、分からない人は、あの、ぜひね、内来連盟その動画を作ってみたっていう動画でね、全部説明してるんで、もう全部から分かるようになってるからね。はい、うん。宣伝ありがとうございます。そう、それを見てもらったらいいんやけど。で、要は、動画編集ソフトを使って、もともとある動画から、あ、その時に作った図貼っとこう、ここに。はい。どうせ俺の顔なんて映ってねえだろうから。で、こんな感じでね、動画をアップロードするわけやけど、要は、この YouTube は基本的にそんな容量でかくてもいいんだわ。ああ、で、15分以上の動画を投稿するときには一つ制限がかかるけど、うん、電話番号の認証をしないと15分以上の動画投稿できないとかはあるけど、ああ、うん、まあこれも変な話、自分のね持ってるスマホの電話番号を入れて、はい、送られてくるワンタイムパスコード、うん、打ち込みたら、はい、認証完了ですってできるから、うん、まあ、簡単にできる。一応一日待たなかったかな、うんうん、とかっていうのはあったりする。こんな感じでできるかな。で、基本的にはでっかい動画もアップロードすることができるもんで、何キロまでいけるのかな、あれ。この前だって4時間ぐらいの動画アップロードしたけど、いけたもんね。あ、うん、10何ギガあったけど。それうちあの、YMAX の環境だとダメだもん。ああ、なるほどね。あと3日で10ギガ制限があるんで。ああ、そうだね。うん、動画のアップロードを YMAX とかでやるとガッチリしんどいね、容量がやっぱ1つの動画でもやっぱうちのやつでもその4ギガとかやっぱ持ってっちゃうから、10分の動画でなんとか3で収まらんな、うん、ぐらいやもんな。ニコ動にそうだから、どうせアカウント残っとるし、昔アップロードしとったやつが残っとるから、あれ借りようかなと思ったら、
それでアップロードができませんってなって、わかんないっていうわ、あのアップロードで、だから一応やり方としては、あのエンコードかけたやつを、ちょっと難しい覚えと、デコードっていうやり方があって、はい、要は、その、完成した動画をまた元動画みたいな扱いにして、はい、もう一回再編集ソフトをかけるのよ。で、その時に画質を落としちゃう。はい、で、容量を軽くするっていう、やり方があって、それでやあげようかなと思ったけど、わざわざそこまでしてるのめんどくさいしなって。その作業自体は簡単よ。うん、でもやっぱマシンパワー使うんだよね、あれ。使うね、うん。時間かかるんだよね。パソコンのスペックによっては。かかるね。うん、本当パソコンの性能のピンキリになってくるから、あれだけど。時間かけてもいいんだったら、別に CPU はそこまでこだわらなくてもいい。うん、ぶっちゃけ、今の i5 とかやったら全然できるのでできる。ああ、そうか。i3 でもいけんことはね。ただ気をつけとかなあかんのは、どっちかというとメモリ。はい。パソコンのメモリ容量が、6ギガとかだったら、多分動画の編集中に落ちちゃう、パソコンが。ああ、そっか。うん。じゃあ8でもギリギリか。でも短い動画しか無理やと思う。ただ難しいのがメモリ容量ってどこで来るかっていうと、短い完成品が短いっていうよりは、元の動画が短いという方が大事なんよ。はい、やっぱりね、5分の動画を作りますって言っても結局3時間ぐらい素材のあるデータを入れたら、その3時間分のデータをメモリで保管しやなくなるから、パンクしちゃうよ。で、そのもう持っとる容量がギリギリのところでエンコード作業って言って、さらにメモリーに吐き出しなさいってすると溢れちゃう、メモリーから。それでボンって落ちる。ただ俺は経験ないんだよな。今のパソコンが16ギガメモリー積んであって、16あったら、ね、余裕でできるわ。 4K で多分1時間ぐらいの動画とか、散歩動画で 4K でやる人とかでさ、たまに2時間とかずっと歩き続ける動画とか出してる人いるんだけど、日本では少ない。海外でストックホルムとかヨーロッパの方を連れて歩いてる人とかいるんだけどね。あれは多分エンコードかけるってなったら相当容量食うから、16でもきつそうな気はする、けど、うちはその前に持ってたノートパソコン持っとったやん、ニコ動で投稿始めたの時に、今それ使っとったか。あのパソコンは、i7 積んどったけど、 i7 でメモリーがね、24ギガか。すごいね。アホみたいにノートパソコンにもう無理やり魔改造して、マウスなんだけどね、マウスコンピューターって、容量増量できますねってなると、マジで24にできるやんこれ。プラス数4000円ぐらいでできたんよ。まあ元のパソコンがスペックが高いやつやったから、キャンペーンでプラス5000円でもできますよみたいなとかって、21万ぐらいやったから、まあまあいいわ。バックは全然そのメモリ容量に実践できたけどな。やっぱりメモリ容量と、CPU 両方ともガチなやつ求めやなかい人は、あれ、ゲーム配信やる人。ガチのゲーミング配信やるときは、もうメモリーも CPU もマックスで使うから、だからグラボムだね。それをやるって、そっちで行くよって言うんじゃなければ、10万円やったら全然クリエイターになれるパソコンを買えると。だで、Mac に行く人が多いの多いよね、やっぱ。Mac のノート、Mac ノートやったら、言うて編集とか結構できちゃうから。ちょっと Windows とは、多少、求められる限界が違うらしい。Mac の方なら容量とかちょっと少なくても、うまく処理してくれる。
まあでも15万とかかかるもんな、結局 MacBook Pro でとかになってくると確か。あとあれだし、海外の人は結構この MacBook Pro、あのいわゆるノートパソコン、 Mac のノートパソコンに、を使ってる人が非常に多いんだわ、原因がなるほどなと思ったけど、停電するからなんだ。停電は頻発することが前提で、アメリカとかではでもやっぱり停電するらしいもんね、だからパソコンでもあの会社とかで無停電装置を入れてなくて、それでデータが飛んだって言ったら逆にその会社が怒られるらしいからね。なんで会社でパソコン使うのに無停電装置入れてないのって、日本で入れてる会社なんてほとんどないでしょ。だろうね、だって普通にコンセントとか取ってきてるし、大体どこで日本でも多分売ってるはずだけど無停電装置、なんかアルファベット3文字でなんだっけ、あるよね、あるよね、アルファベット3文字なんか、なんかあるよね、はい、わかりました。俺もね使わないからあれなんだけど、そういうのがあったりするからね。